写真拡大。 DeNA 山崎康明投手27が29日巨人8回戦東京ドームで 3-2 の7回に開幕から守護神を務めてきたが3敗3敗、防御率 8.74 と調子の上向かず、一度は配置転換を示唆しながら21日には守護神起用継続を明言。しかし前日28日の試合後にラミレス監督は守護神起用継続はまだ決まっていないと語っていた。先頭のパーラを投ごろ。続く重信に内野安打を許すと、ほとんどしてこなかった牽制球を投じ、場内からはどよめきが起きた。二投を許しながらも丸を空振り三振、坂本を中飛に仕留めて1回を無失点で切り抜けた。